週刊文書にミクされた電話音声の頼もしいプロって不倫疑惑の M 武谷さんですよね、やはり離婚調停は負けですか、和解いですかっていうのが来てますけど、答えづらかったらもう、するそうですね、そうなんです、今もそのまだやってる最中なので。まあ確かに裁判にやってる最中に裁判の話するといろいろ面倒くさいし、弁護士さんに怒られますからね。 そうなんですよね、えー、今日は例のドルマソードの件を話すということで振りを疑われたとはいえ <laughs> 旦那さんに暴力をされた3人のお母さんがいるのに離婚は大変ではないですかまあでも別に子育て今やってて仕事もできるんだったら一人になっても大して生活あんま困んなそうな気がしたんですけどそうですねそうもともとそのなんだろうなそんなに確かにそんなに変わってないというか いろんなご夫婦いらっしゃると思うんですけどあの収入がないから離婚すると大変ってなるんですけどああ、はい、そのなんか別に自分で稼げるからあんま困んないんじゃないかなと思って <laughs> 一応自分で頑張ってははい稼いでますねなのでそうですねお金に関しては一応子供三人は育てられるとは思ってるのでそれはんかでもお子さんが突然留学したいとかインターナショナルスクールに行きたいとか言い出したらああ えとそしたら今あるものを一応、頑張ってはいるんですよ、なんだろう、ヘッ、えー、ジファンド証券みたいなとか。大丈夫ですか今のところは大丈夫で、ね <laughs>。大丈夫ですかなんかあの、はい、の最近仮想通貨めっちゃ下がるとかあったりしたんで <laughs> そうですよね、今のところは大丈夫です。ああじゃあちゃんと一応、堅実に資産を貯めてらっしゃるんで <laughs> そうですね。とか、なんか、ジュニアニーさんとかは、ってたりあ、もう、ジュニア、子供の分のジュニアニさーんーもちゃんと使って。<laughs> ジュニアニーさんは、もう、はい、子供が生まれたと、3人目生まれたら、もう3人目もすぐやって。<ー>そう、そこそこ頭いいから、堅実ですね。堅実 <laughs> いやいや、そんなことない、ね。堅実というか、あんまり使わないっていうのもあるかもしれないですね。ブランドものとかも全然、今日、<ー>興味ないというか、 もらえたら嬉しいですけど、自分がね。その三角が自分が一番綺麗に見せられるって分かってるから、どうでもいいロゴとかつける必要ないよね、はい、みたいな。そうなんですよね。はい。全然ネットで買った安い水着で全然平気です、ね。あそうか、自分に自信があるって強いですね。いやいや、<あ>そんなことないですよ。そんなことないです。えでも他の人って自信がないからそのブランド物の,のロゴとかをつけて、そのおしゃれかわいい自分っていうのを作ろうとするわけじゃないですか。 いやいや、その。でもなんか水着で全然いけるっす、みたいな。で、40でもそれでいけるってなると、<laughs> も,うもうじゃあ別に服に叶わらなくていいじゃんっていうい。自分がブランドになりたいとは思うんですけど、そのブランドが似合う人ではないと思ってるんで、だからあんまりかもしれないですね。あとは、その、かばんを持ってても、かばんよりお財布の中身の方が絶対少ないんですよ。入ってる額が。<laughs> <laughs> 何十万もする額持っててもお財布に <laughs>。 数千円とかしかし入ってないのではい、はい、だからあんまりこれただの見えない感じがしちゃうかなとか思ったりはあ<ー>、うん、でもまあ多分感覚が男の子っぽいっていうところも多分そういうところがあるのかなって気がちょっとしました。<ー>チャンネル登録よろししくお願いします